さて、今回も松尾先生ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。事業承継ってすごく質問が多いですよね。はい。やっぱ今でもそうです。税理士事務所にも結構問い合わせってやっぱ多いですか？そうですね。まあ今というよりは、まあもう数年前からやっぱり、うん、そうなんや、ずっと多いですね。普通に生活してると、あんまり関係がないことなんだけれども、うんうんうん、でもやっぱ事業をやってる方にとっては、この事業を続けていくっていうか、まあ事業を譲るのもそうなんだけど、やっぱ事業承継ってものすごく大きな一つのイベントにはなりますよね。そうですね。その経営者の方の、まあ、最後の大仕事というか、あ、まあ、そういう、なるほどね、位置づけかもしれないですね。そうか。今回はこれでしょ、親族内承継の一般的な概念図ってあるので、いろんな事業承継のやり方があるんだけれども、親族内にちょっとこだわってみる。そうですね、うん、やっぱりまあこれが一番多いと思いますし、そうですよね、はい、で一番上を見ると、うん、準備、併存で見届け、退任、継続、発展ってありますよね、はい、ここは時間がかかりますということと、まあそれぞれこう段階があるという。だからこれね、いつも時間がかかる時間がかかるって言うじゃないですか。株をポンと渡したいいだけが事業承継じゃないんですよね。これ何度も言うてるけれども、そうですね、うん、まあどうしてもお金が絡んでくるので、うん、買取なら買取のためのお金を作る時間も必要ですし、例えばじゃあ株を譲ります、でも譲ってもらった方は株を買い取らなくちゃいけません、はい、でもそのお金が今現時点用意されていませんでした、うん、でもこの継がせたい人に、例えば会社から株を買い取るお金をとりあえず渡すよ、まあ、給料なのか何か特別金なのか分かんないですけど、うん、それはやっちゃいけないんですか？いや、それも全然あると思います。一回、まあ、ポンとまとまったお金を、まあ、貸し付けをして、でその後、まあ、役員報酬とこう総裁をかけていくような形も、まあ、ありだとは思います。それは貸し付けになるの？一時ボーナスとかって言って、例えば1億円ポンと渡すことはできない？できますけども、ボーナスですので、うん、所得税かかっちゃうので。あ、そっか、もらうとあ、そっか、がっかりしてもしょうがないんだけどそっか、結局どっかで税金はかかってくるから、はい、もらう方、譲り受ける方は必ずそれはお金がかかっちゃうのだ。何らか の、 その所得税なり贈与税なりで、お金貯めるためにはやっぱり税金払った後のものでお金を貯めないといけないので、はい、そっか。だから30億の株を社長さんが持ってます、うん、例えばね、30億円の株を息子さんに継がせたいと。でも息子さんもちろん30億買い取るお金はありません、うん、でも会社に例えば30億のお金があった、うん、じゃあその30億のお金を一時金としてボーナスとして息子さんに渡す、うん、すると息子さんはお父さんからその30億の株を買い取れる。簡単に考えればそうなりますよね、はい、そうですね、はい、でも息子さんは30億のボーナスをもらうと、はい、そこに所得税、住民税がかかっちゃう。でももらった半分そんなかかんの？30億になるとかかります。そっか。ってことは30億で株買い取ってるから現金は手元にありません、はい、でもじゃあ15億は何かで払わなあかんわけだ。何かで準備しないといけないですね。だから時間がかかるよっていうのが事業承継のわけね。そうですね。これね、でこれ社長の椅子、これ経営の承継って書いてますけど、はい、ここはまあなんとなく分かりますよね。後継者を指名する、うん、で後継者の役員就任、まあ、2名代表、2名代表というの、まあ、あの代表取締役が2人いるような状態、うん、会社の中 で、 で承継者の退任、まあ、これは流れてこうなっていくわけですよね。そうですね、時間が経てば、うん、ここはまあイメージしやすいで、それだって社長も任せたよ、うん、もちろんその社長に信頼がないと、もちろん従業員のこともあるわけだし、うん、取引先のこともあるわけだから、はい、いろんな流れがもちろんあるんだけれども、イメージはしやすいと思います、はい、だその下ですよね。そうですね、うん、所有者の椅子、所有者の椅子ですね、うん、これ株主整理って書いているのは、うん、時系列でいうと、はい、まあ、一番最初にやるべきことという位置づけで書かせていただいてるんですけど、特にこう社歴の長い会社さんでしたら、はい、昔会社を作るときにちょっとだけ出資をしてもらった、その他人の方にですね、はい、信頼を受ける方に、その方の名前がずっとその1株とかですね、 1% とかだけ残ってる、まあ、少数株主というやつですね、残ってるケースがあるので、はい、その方に信頼関係を築きながらずっと持ち続けていただくのか、ただその方も人間ですので、相続があればその方の相続人さんにどん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 こう引き継がれていくので。なるほど。だからまあ50年続いている会社、50年前に1株だけ出資してもらった方がいました、はい、でもその方がじゃあ現在お亡くなりになっていましたとなったら、うん、その方の相続人がどんどんその株を継いでるわけですよね。そうですね、うん、ちょっとやっぱりどうしても関係性は薄くなると思います。はい、でも一株は一株だから、そこももちろん事業承継の中では大事な要素になってくるわけですよね。そうですね、やっぱり株主ですので、うん、権利はありますので、うん、まあ、決算書を見せてくださいというのは当然株主ですので、
なるほど。ありますし、まあ、もうちょっとパーセンテージが高くなれば決算書じゃなくてその元になっている帳簿を見せてくださいとかですね。あ、そういうのも株主さんが言えるわけか。そうですね、いろいろ権利が出てきますので、まあ、それをそのまま続けるのか、もう事業承継を機に買い取るのか。なるほど。でこれ後継者の財産の形成、はい、これは先ほどずっと言ってるやつですよね。そうですね、これもやっぱり時間はどうしてもかかる。だからここは本当に例えばですけど10億の株を譲らなくちゃいけない、事業承継しますってなると10億を財産形成するってなかなかの期間かかりますよね。そうですね、まあ、10億じゃなくて1億でも1億でもじゃあそうです、なんで僕が今10億って言ったのかさえ分かんない。1億でもそうですよね、はいはい、1億の財産形成をさせようと思ったらめちゃくちゃ大変ですよね。そうですね、1000万でもいいか。いや、まあ、じゃあ、そうやな。なんなん、すごい、なんか金持ちっぽく言うけど、いや、僕も1億みたいなお金見たこともないし、触ったこともありませんから。うん、でも、1000万でも確かにそうですよね。そうですね。流通してる株の買い取る資金じゃないので、その会社だけの株なので、関係ない人からしたら、まあ、1000万だとしても、何のお金ってなる可能性はあるわけです。すぐお金に換えれませんので、ただそれはやっぱり、後継者だったら、まとまったお金出して買い取らないといけない。だからさっき言ったように本当に1000万でもじゃあ1000万の臨時ボーナスを出しました、その1000万の臨時ボーナスが入ったから株を全部買い取りました、でも1000万の臨時ボーナスが入るとそこには税金がかかってくるから、これは1000万だとどれぐらいですか、うん、1000万でもまあ半分近くだと500万円ぐらいの税金を払わなくちゃいけない。そうですね、でも株は1000万で買い取ってしまったから手元にはお金は残っていない。でも500万の税金を払わなくちゃいけないから、だから買い取る方は本当にちゃんと財産形成をしとかなくちゃいけない。っていうか買い取る方はじゃなくて譲る方は準備をしてあげとかなくちゃいけないところですよね。そうですね、それも見据えた上でその役員報酬の設定をするなりですね、生前贈与をしておくなり、うん、なんかやっぱり親族内承継はやっぱ多いだろうと、うん、でまあ家族に譲っていく、家族が継いでいくケースって多いだろう、時間とお金がかかるという。ああ、なるほど。でそれが株式の計画的移転っていうところになってくるとですよね。そうですね、うん、まああの移し方としては贈与というか、はい、まあ上げるという形、うんとか譲渡、売る形、はい、あの複数ありますし、はい、贈与した場合に贈与税はかかるんですけども、まあ、それを納税猶予しますよ、贈与の金額によっては贈与税かからないとか、いろんなやり方があるので、そういったところをこう計画を組んで贈与はもらった側に贈与税がかかるんですけども、うん、納税を猶予、猶予し、猶予し、はい、猶予か、はい、免除じゃないのか、それまたあの別の動画でやってますよね。猶予やでもそういう方法もあるので、うん、今すぐ事業承継しなくちゃいけない、でももうお金が何ともならない、どうしようも準備できないけど、いろんな制度があるのでできないことはありませんよと、うん、でもそれは決して猶予なので、いつかは必ずお金が絶対発生しちゃうもんなんですよね。そうです。その下、一番下に納税資金で分割対策、節税って書いてますけど、そこはどういったところになります？特に株をこう譲る側、今の経営者の方ですね、その方のやっぱり相続対策の一面もありますので、うん、その方にとってみたら財産は株だけじゃなくて、うん、他に預貯金があったり、うん、不動産があったりするので、まあ、その方の相続対策っていうのはやっぱりその方の相続人さん、ご兄弟とかも反映してのことになるので、まあ、それはずっとやっていかないといけない。株って本当になんかこう上場してない会社だったらあんまり意識してない方の方が多いじゃないですか。そうですね、うん、でも実際事業を承継させるためにはその株がすごく重要な役割を担っちゃう、占めちゃうんですね。はい、それはまあ要はもう同時進行させる必要があると。そっか、同時進行っていうのは事業をしながらそのことを見据えて経営していかなくちゃいけない。社長の椅子を誰に渡すか、所有者の椅子を渡すためにどうするかっていうのをこう同時に松尾先生も社長でしょ。はいはい、そんなん考えてますじゃん。考えないといけないですね。正味じゃ松尾先生もう今43ですね。3ですよね、はい、社長になっても何年ですか。2年目です、ね、2年目か、はい、もう本当に考えててます、次はどうしようとか。まあ、おそらくですね、私の同世代の経営者の方とこう話をしてると、まあ、結構考えてると思うんです。え、そうなん。次の経営者ですね、うん、その社長になった瞬間にやっぱり次誰に渡すかっていうのを考えてる方が多いような感触ではあります。え、松尾さんはじゃあその今の会社の株は持ってるんですか。株は持ってます。え、それは買い取った。買い取った、はい、買い取った、はいはい。え、それは多分準備してくれてたんだ会社が。してくれてない、自分が準備しました。え、そうなん。はい、それはあくまで株主ですので個人の話なので、個人としてやっぱり財産形成をしてっていう。ああ、そうなんや、個人として。はい、わかります。
ました。皆さんもね、ぜひやっぱり長いスパンかかるものでもあるし、もし分からなかったらまたね、本当にこの青葉さんに相談するのもね、いいでしょうし、またYouTube のコメント欄にもね、質問を入れていただければいいと思いますので、はい、また皆さんぜひね、質問をお寄せいただければと思いますので。砂浜に確かな